SAS はハンプトン・キャトリンが設計し、ネイサン・バイゼンバウムが開発したスタイルシート言語である。後に SAS ファイルに用いられる単純なスクリプト言語である SAS ス,スクリプト用の拡張が加えられた。SAS はカスケーディングスタイルシーツで解釈される2種類の公文で構成されたスクリプト言語であり、SAS ス,スクリプトはスクリプト言語自体を示す。 はじめにできたインデント構文ではハムルと同様にコードブロックや開業コードを分離する際に字下げを活用している。単に刺すといったらインデント構文のことを指す場合も多い。新しい構文である SCSS は CSS のようなブロックの書式を使用しブロック内の別々の行にブロックとセミコロンを示すためのみ格好を用いている。CSS3 は グループルールを適用するセレクタ及び疑似セレクターの一群で構成されている。ザースは伝統的なプログラミング言語、特にオブジェクト指向言語で利用可能ないくつかの仕組みで CSS さんにはないものを提供することで CSS を拡張している。SAS スクリプトの解釈時には SAS ファイルで定義された様々なセレクタとして CSS ルールのブロックが作成される。 SAS インタプリタが SAS ス,スクリプトを CSS に変換する。ザースか SCSS の保存時に SAS がこれらを監視し CSS 出力変換を行っている。CSS 用の単純な統一構文でもある。公式に Ruby で実装されているオープンソースソフトウェアであるが PHP を含めた多言語の実装も存在しており中には リブサスと呼ばれる C による高性能の実装や JSUS と呼ばれる Java による実装がある。また Ruby による s ス s が低俗で C による s ス s が新しい機能が追加しにくくなってきたことから DART による d a r t z a s という実装が生まれた。インデント構文はメタ言語であり SCSS はネストされたメタ言語であるようにプログラム意味論上では妥当な CSS は妥当な SCSS である。モジラファイ Firefox ウェブブラウザの拡張機能である。Firebug との統合に対応している。定義する変数はドルで始まり、代入に半角のコロンが用いられる。数、文字列、色、ブーリアン型のデータ型に対応している。CSS は論理的なネストに対応しているが、コードブロック自体はネストされていない。SAS により、 ネストされたコードは互いに挿入できる。名前空間のネストや親の参照を含むより複雑な種類は公式文書で説明されている。CSS はミックスインに対応していないため同じコードを別の位置に繰り返し記載する必要がある。ミックスインは任意の妥当なサスコードを含むコード説を示し実行されるたびに翻訳結果が呼び出し元の位置に挿入される。 これにより、効率的なコーディングや、記述の簡略化だけでなく、内容変更を容易にする。4、E1、ホワイルを用いて、ID やクラスに変数を適用できる。ありがとうございます。